次のセッションでは、フリーランスウェブデザイナーを長く続けていくための働き方のマインドセットということで、松尾翔子さんにご登壇いただきます。松尾さんはフリーランスのウェブデザイナー兼ディレクターで、受託でサイト制作やディレクション、コンサルティングなどをされておいてです。その業務の中でウェブサイトの改善提案を通して事業の課題解決まで行い、運営のサポートまでフォローしていらっしゃいます。また専門学校春東京にて HTML と CSS の講師もしていらっしゃいます。本日松尾さんには細く長く働き続けるためにどんなことを意識していくと良いのかという点に着目しながら、 IT 業界の流れに乗ってどのように仕事を得てきたか、そしてワードプレスコミュニティに関わってから大きく変化したご自身の働き方についてお話しいただきます。それでは松尾翔子さんで、フリーランスウェブデザイナーを長く続けていくための働き方のマインドセットです。それでは松尾さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今日はワードキャンプ東京年に1回のお祭りですので、どうぞ楽しんでいってください。ハッシュタグは WC 東京、もしくはここの部屋番号ですね、 EF です。 WC 東京 EF どちらかです。Twitter か Facebook でどうぞつぶやいてください。はい、自己紹介です。名前は松尾翔子と申します。フリーランスのウェブデザイナーをやっております。デザインとディレクションが主な業務です。で、独立してからもう18年経っておりまして、この10月来月で19年目に入るという感じですね。で、独立する前はデザイン事務所で働いていました。印刷物が中心の会社でしたので、パンフレットとかパッケージ、商品のパッケージですとか、あとポスター、そういうものを作っている会社で、デザイナー、ウェブのデザイナーとしてコーディングとデザイン両方ができる人として働いておりました。でもすごい昔の話ですね。はい、これが今日の、メインのお話です。このグラフが何かと言いますと、私の年収グラフです。セキララな話で今日は行きますよ。見た通りデコボコしてますよね。すごくいい時もあれば悪い時もあるという感じで、じゃあピンチの時どんな風に乗り越えてきたのかっていうことを中心にして、技術の話は全くしないんですけれども、心構えとかその時思ったことみたいなことをお話ししていこうと思います。はい、デザイン事務所勤務時代、正社員だった頃ですね。この頃私が何を考えていたかと言いますと、ガツガツしていた頃だったので、若かったこともありまして、とにかく実績を積みたかったです。ですのでどんどん大きな案件をこなしていきたかったですし、ポートフォリオを充実させたいということで仕事をしてました。で、あれですね、もうお客さんのところに行って打ち合わせをして、ヒアリングをして、それから見積もりを出して、デザイン出してコーディングをして、それから納品して請求書書いてっていうところまで全部経験させてもらえたので、すごくいい経験になりましたし、そのおかげで独立できたっていうのもあったんですけれども、とにかくすごい忙しい会社でした。今でいうブラック企業という感じなんでしょうか。月曜日は1週間分の着替えを全部持って会社に行き、帰ってくるのは土曜の昼みたいな感じの生活をしてましたね。で、寝るときは机の下にキャンプの寝袋を敷いて寝ているみたいな。でもそれでも若かったですし、合宿みたいな感じですごく楽しかったのはあったんですけれども、働き方としては、あまりよろしくない感じではありました。でですね、視野が狭かったというのもあるんですけれども、お客さんがこういうふうに直してねって言われたことを、とりあえず、お客さんの言うことは聞かなきゃいけないって思い込んでいた時期だったんです。その先にユーザーがいるとか、このサービスを良くしていこうみたいなところまでは全然考えが及んでおらず、お客さんが喜んでくれるサイトを作れば良いというふうにまだ考えていた頃でした。なのでお客さんの修正にひたすらひたすら答えていく毎日で、1日に何十通もこうメールが来て、
大きくしてくださいと言われれば大きくし、赤くしてくださいと言われれば赤くしみたいな、まあ、そういう今で思えばひどいデザイナーをしていたんです。でも辛いですよね。これはすごく辛かったです。結局何回出しても戻しが来てしまって、ひたすら何回も修正繰り返す日々をしていたんですが、その時デザイナーの先輩が言ってくれた言葉が印象に残ってます。向こうも人間なんだから話せばわかるよと。当然なんですけれども、なかなかそういうところがあまり見えてなかったんですね。本来ならばその修正は本当に必要なんですかと。でどうしてそれが必要なのか、じゃあ他にそれが納得できるんであればもちろん直しますし、他に何かいい方法があるんであればそれを提案するというのが正しいやり方です。でさらにはその修正をすることで、まあ、その先にあるユーザーさんのことですとか、サービスをどうやって、成長させていくのかっていうことを一緒に考えていくことができないとデザイナーとしては、まあ、やっていけないということを学んだ時期でありました。で一つ目の教訓です。これは今でもすごく心に響いているというか、しっかり考え続けていることなんですけども、クライアントさんと対等なパートナーになって仕事をしていく、これはすごく大事なことです。一緒にそのサービスを成長していき、これから対等に仕事をしていくっていう考え方をしていかないと、受託の仕事って仕事を、依頼してもらってただ受動的にやるというのではやっぱりダメなんですよね。そういうところがまず大事だなと思いました。はい。でいよいよ独立します。2000年の10月に独立しました。この青いところは、独立してからの売上なんですけれども、10月に独立して14、11、12の3ヶ月分で、それまでの10ヶ月分は優に超える売上が上げられました。で次の年翌年と結構最初はいいスタートを切ったんですね。なんですけど働き方は正直言ってあまり変わりません。とりあえず仕事がなくなるのがとても怖かったので、来る仕事は全部全受けしてました。やったことないものもとりあえずやってみますというふうに言って、何でもやっていましたし、ページ数が多かったりする場合にはとりあえず徹夜をして、毎日毎日ひたすらやり続けてマンパワーで一人で乗り切るっていうやり方をしてました。で2003年ですね、この時期出産をしました。息子が生まれまして、生活はガラリと変わったんですけど、実はこの2003年というのはワードプレスが生まれた年でもあります。でこの写真は今年の5月にワードプレスの15周年記念をお祝いしてみんなでケーキを食べた時の写真なんですけども、ワードプレスと息子が同い年ですということがありました。でその後の働き方はやっぱりこうガクッと売上はもちろん減りましたね。子育てが楽しかったということももちろんありましたし、あとは夫がサラリーマンだったのでちょっと甘えていたところも正直あったと思います。ほどほどに働ければいいかなと、会社員時代よりちょっと稼げればいいだろうぐらいな感じで思っておりました。しかし一番低くなっている2007年、ここは取引先の倒産がありまして、毎月結構な金額で依頼してくれていた会社が潰れました。内容証明を送ったり、あと裁判所から連絡が来て、あなた債権者なので出頭してくださいって言われて裁判所に行ったり、まあ、そういう経験もしたんですけれども、まあ、この時も夫の扶養に入れてもらったということで助けてもらった時期です。で仕事の内容はですね、この頃私フラッシュがほとんどでした。コーポレートサイトのトップページってフラッシュでアニメーションを入れるってすごく普通のことだったので、仕事の8割がフラッシュだった時もありましたね。絵本作ったりいろいろアニメーションの仕事をしてました。で CMS はムーバブルタイプを使ってましたね。はい。でも2010年、 iPhone にはフラッシュの技術は搭載しませんという発表がありました。ここでもピンチです。
この時も、あ、私の仕事終わったなっていうふうに思いました。 iPhone 出たの2008年で、それまでいつかまあフラッシュも対応するだろうというふうに高をくくってたんですけども、この発表があった時にもう私この仕事終わりだと思いました。で、一方 CMS の方はMT がちょっとこうユーザー数が減ってきて、ワードプレスがどんどん増えてきた時期でもあります。で、このグラフは Google トレンドなので、ユーザー数ではなく、検索数なんですけれども、ちょうど、青いグラフがワードプレスで、赤いのがムーバブルタイプなんですけれども、交差しているところは2006年あたりだったかなと思います。こんな状況でしたので、やはりワードプレスだろうと、これからはもうこれをやるしかないだろうと思った時期が2000年の後半、2010年初めぐらいの頃でしたね。で、諦めも肝心だということが、はい、ここでは勉強になったことです。たくさん勉強して、せっかく身につけた技術ですけれども、もう仕方がありません。そこはもう波に乗っていくしかないので、新しいことに挑戦し続けていくしかないということを思ってます。まだ続きます。さらに夫のリストラがありました。この年2013年です。本当にこの時は辛くてですね、精神的にも金銭的にもどん底の時期でありました。で、この時何をしたかというと、たまたまなんですけれども、この時期はコワーキングスペースが都内でどんどん増えてきた時期だったんですね。それまでは一人で自宅でひたすら仕事をするという形をとってたんですけれども、コワーキングスペースに行くようになったら、ウェブ制作をやってる人って意外とこんなにいっぱいいたんだっていう知り合いが増えました。それからワードキャンプ東京、ここ の, 運営スタッフを2013年に初めてやりまして、でそれがきっかけでたくさん仲間ができたんですね。で、ワードプレスで10人ぐらいで共著のブログを書くことを始めました。技術ブログなんですけれども、自分でTips などを書いたりしてましたら、じゃあそのブログを書いていたメンバーで共著で書籍の執筆をしませんかという依頼がありがたいことに来ました。はい、やっぱり大きかったのはこれですね。ここで、一緒に働ける仲間というのをたくさん見つけることができました。それからもう一つなんですけど、専門学校での講師もやっております。 HTML と CSS、 あと Photoshop、 イラストレーター、デザインを教えているんですけれども、そのきっかけとなったのもこのワードキャンプのスタッフをやったことが一番最初のきっかけです。ポスターを貼りにね、学校に、専門学校に貼りに行ってくれないというふうに頼まれて、あ、じゃあ近いので行きますよと、ここから歩いてすぐの学校なんですけど行きましたら、その日はポスター貼って帰ってきたんですけども、名刺を置いて帰ってきたら後日連絡が来て、講師をやりませんかと言われまして、今教え始めて3年目という感じですね。はい、おかげさまで生活が安定してまいりました。はい、夫も復職し、今とても平和な時期を送っております。ということで、こんな風に私の18年は上がり下がりを繰り返してきたわけですけれども、きっかけとなったのはワードプレスコミュニティに参加したことだと思ってまして、デザイナーさんも参加可能な貢献の仕方がたくさんあるんだよということを今日お伝えしたい、メインの話です。やっぱりコードを書いたりテーマやプラグインを作ったりっていうのはちょっと敷居が高いなと思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、その他にも、ドキュメントやテーマを日本語に翻訳するとか、あとスラックっていうチャットのツールがあるんですけれども、そこで何か発言をするとか、それから公式フォーラムっていう質問サイトがあるんですけれども、そこは誰でも発言していいんですね。で、フォーラムで自分の答えられる質問に返信するというのも、貢献の一つです。あとはこういったイベントの運営の手伝いですね、受付やったり椅子並べたり、こう写真を撮ってくださったりしてますけれども、そういうこともワードプレスの、
できるワードプレスにおいてデザイナーができる貢献だと思ってます。まあ、デザイナーは少ないですので、 IT コミュニティに行くとエンジニアがほとんどなので、助け合ったり人の役に立ったりすることができるということですね。でリモートワークをしていますが、ツールはたくさんあるんですけれども、やっぱり Git が特に重要だと思ってます。画像の修正をして、ちょっと差し替えてよとか、 CSS を1行変更したいからそこを直してねなんてエンジニアさんに言ってたらちょっと手間じゃないですか。で自分のことは自分でやりましょうということで、デザイナーはデザイナーの仕事に注力し、エンジニアはちゃんとプログラミングをやってもらう。でそれを並行して進めるためには、これは必須のツールなんですね。もう皆さん使ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、今日はここでデザイナーさんはどのぐらいいらっしゃるのかなということを聞きたいんですが、デザイナーですっていう人は手を挙げていただけますか。はい、デザイナーさんじゃない方もいらっしゃいますが、じゃあそのままで、じゃあ今手を挙げた中で Git も使ってますっていう人は挙げたままにしておいてください。使ってない人は下ろしてください。はいはい、ありがとうございます。半分ちょっとぐらいは使ってるという感じですね。途中で手を下ろされた方もいらしたので、Git も使ってない人がいたらぜひもうこれからは使うようにしてください。はい、ここまで制作者とどういうふうに付き合うかという話をしましたが、一緒に仕事をしたいと思ってもらえる人になる、これは細く長く続けていくためにとても大事なことでして、細くなんですけれども、やっぱり年齢が上がっていくと仕事を依頼しにくくなってきて、もう依頼してもらえなくなっちゃったら終わりなので、一緒に働きたいって思ってもらえるような振る舞いをすることが大事だと思います。困ってる人がいたら手を差し伸べ、自分が困ってる時にはもう正直に言ってしまう、そして助けを求める、こういう姿勢ですね。で思ったんですけど、これってオープンソースの精神に通じるんじゃないかなと。助け合い、これはオープンソースに通じる考え方だなと思ってます。でおまけです。じゃあ家族に対してはと言いますと、私の家族に対する接し方、特に子供に対してはですね、愚痴は正直にいつも言っておりました。ご飯を食べながら、あ、お母さん明日の朝までにやらなきゃいけないことがこれとこれとこれがあるんだよね、もう眠いから寝たいよなとか言ってたんですけれども、そうすると子供も、あ、お母さんちょっとちゃんと働いてくれないと困るから働いてよっていう感じで、ちょっと背中を押してくれたり愚痴を聞いてくれたりする関係を気づくことができました。これは私の場合なので皆さんにお勧めはできないんですけれども、働き方をオープンにするという姿勢でやってきましたね。で息子は今中学3年なんですけれども、中学1年と2年の時にワードキャンプに来てスタッフもやってくれました。受付でプレゼントを配ったりする仕事をやっていたんですけれども、今年はもうなんていうんですかね、ワードプレスにちょっと興味が薄れてしまって他のことをいろいろやったり、文化祭とかで忙しいみたいに来てないんですが、どうだったっていうふうにこの間聞いてみました。ワードプレスに参加してどうだったと聞いたら、こんなふうに答えてくれたんですね。これは私にとってすごくこう嬉しいことでした。こういうふうに考えて、くれるっていうことがとても彼にとっていい経験になったと思ってます。で中学生高校生っていうのは学校と家を毎日往復するだけで、あんまり変わり映えのしない毎日じゃないですか。で嫌なことがあってもあんまり逃げる場所もないし、知り合いも少ないし、世界が狭くなっちゃうんですよね。でたまたま私がやってたこういったコミュニティ活動にちょっとグイッと引き入れたことで、他にも学校と家以外も違う世界はあるんだなっていうことを理解してくれた、実際に体験して知ってくれたっていうことがこの言葉につながったというふうにやっぱり思ってます。なの
ので、ご家族がいる方はぜひこういう活動には一緒に参加することをお勧めします。はい、じゃあ最後になりますが、フリーランスで仕事をしている方、それからこれから独立しようと考えている方に私からお伝えしたいことを話して終わりにしようと思います。はい、今年の夏、この写真はですね、今年の夏7月に沖島という瀬戸内海の小さい島でワードキャンプがあったんです。でそこに参加した時に、自分の働き方についていろいろと考えるきっかけになったので、この写真をちょっと使わせていただきました。毎日こう忙しく働いているとですね、これをやらなきゃ、あれをやらなきゃとタスクに振り回されてしまって、ついつい今やってることだけをこなすことに集中してしまうんですけれども、やっぱり大事なのは少し時間をとってどうやって働くことが自分にとって幸せなのかということを考え続けることだと思ってるんです。で、幸せの働き方って人それぞれじゃないですか。まあ、同じ人でもその時の家族構成によってだったり、その状況によって違いますよね。なので自分の働き方っていうのは何を幸せとするのか、そこをしっかり考えていただきたいなと思ってます。で、仕事をいかに広げていくかっていうことではなくて、自分がどういう生き方をしたいのか、何が幸せにつながるのかということを基準にして何かの選択を、何かを選ぶようにしていくと、納得のいく後悔のない、生活を送ることができるんじゃないかなと思ってます。はい、そしてですね、浮き沈みがあります。この先もきっとあるでしょう。そういう時に困難にぶつかったらもうその時には受け止めてしまうんですね。で、変化があったとしてもそれはもう受け入れましょう。それを怖がることはせずに新しい場所に飛び込んでいってください。で、新しい場所に行って何か新しいことを学んで新しい人と知り合うことができると、絶対にその先にはまた違う世界が開けてくることと信じています。はい、私の話は以上です。ありがとうございました。はい、松尾さんどうもありがとうございました。